これから ML 添削動画塾を始めます。今回は ML 釉薬クラブの会員の皆さんがお花をテーマにして描かれた作品を添削発信します。今日の花は大山木の花を添削します。それでは描かれた花のアングルの写真をお見せします。このようなアングルで描かれてます。それでは作品を紹介します。作品は花の症状はよく捉えておられるので、花びらの部分的なところと葉っぱの葉脈背景を重点に添削します。それでは添削を始めます。まずカスタム水彩ブラシの起動させます。腕は面積によって設定してください。水の量は 80% ぐらい、 RGB のバーは中央に合わせてください。それと描画モードは上段クロマスクに設定してください。それでは花びらの部分的なところを少し添削をします。今回は光は上の方から当たっている状況で添削します。先ほども言ったように花の全体の表情はよく捉えておられるので、花びらの部分的な影の部分を添削します。このように できるだけ徐々に明るくなっていく状況を塗っていただくといいと思います。はい、このような花びらの
影を少しつけてみましたんですが、非常に全体はよく出てますので、あまり触らないようにします。あとは葉っぱの葉脈を少しつけてみたいと思います。このように濃くならないように塗ってください。あまり葉脈は濃くありませんので、その辺のとこを注意して葉脈を入れてください。
このようにして葉脈を薄く入れてください。それでは花びらの少し陰影をつけたのと葉脈を薄めに描いたのを見せしました。それでは一旦終了して、引き続き花びらの仕上げと背景に移りたいと思います。